はい、ということで今回は初めての曲を練習する時の仕込みっていうことで、まあ、レッスンやっててよく思うのが練習時間って皆さん限られてると思いますしまあその中でいかに効率よくいろんな曲を、えー、こう さらっていくかっていうのがね結構大事だと思うんですよで、えー、その中で僕らプロがですね譜面をまずもらったらやることっていうのがあるんですねまあ、仕込みですよねで、その仕込みをやっとくと、えー、もちろんアマチュアの人もあの譜読みの段取りがですね良くな,なると思いますのでまあ、そういったことを今日はお伝えしたいと思いますまずですねここちょっと汚いんですけども、えー、楽譜で、えー、ま譜、あ、読みしてて まあこう音を間違ったりとかもあると思うんですけれどもこの楽譜の進み方でね結構皆さんつまずく人多いと思うんですよ例えばダルセーニョからセーニョ行くとかトゥーコーダからコーダ行くとかねこういうところっていうのはまあすでに書いてますけれども 丸して丸。してでトゥーコーダーが三角コーダー三角みたいな感じでこの記号でね、あのー、こう視覚的にあのパッと反応できる形にしとくといいかなと思います僕の場合はこの誰専用から専用が丸でトゥーコーダーからコーダーが三角にしてるんですけど、まあ、それはもう別にこう絶対こう,いうし,しないといけないってわけない,ないんでなんか視覚がいい人やったら視覚でもいいですし何でもいいんですけど、まあ、要するにこの丸から丸に行って で三角で三角に行って終わるみたいな流れを譜面もらったらとりあえず書くそれだけでねあの結構変わりますあの風読みっていうのは僕はあの風読みはですねまあそんな強い方じゃないんですけれどもそれでもこういうこと書くと結構風読みのスピードね上がります特にサックスっていうのはメロディー楽器ですからこう間違った重大じゃないですかまあ他の楽器も重大なんですけれども一番目立つとこにいますよね だから、あのー、こういったね、流れ、特に流れをまず全体パッと掴んで、でそっからね、メロディーを吹いていく練習するといいんじゃないかなと思います。あとは、調合に丸をつけるって書いてますね。調合って、あの、トーン記号の横のシャープ、フラットのことですけど、あれもグリグリグリって印つけてね、目立たせることが大事かなと思います。で、もちろん転調したらその都度つけていく。それもあの大事です。あの調合の見落としで 音をこう間違っちゃう人すごく多いのでそこをあの気をつけるだけでも。 練習効率結構、ね、上がります。じゃあちょっとここにですね iPad を用意してますのであの僕がですね実際にどういうふうに書いてるかを見せたいと思います、まあ、こんな感じでこれはあのー、この楽譜は僕があのー、今度ねちょっと来年の春に、あのー、発表会があるのでそれ用に、えー、アレンジした楽譜を使ってますでえっ、ー、とまずですね調合に丸つけるってやつですねここトーン記号の横、ね、つけてますねでこの曲はですねすねごく 有名な2020年のオリンピックの応援ソングなんですけれども、ずっとね、シャープ1個で吹いていって、で、途中で、サビのところですね、タララ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 ラってね、まあ、これ聞いてわかると思いますけど、そこでシャープ4つに転調します。だからここで丸をつけてます。で、ずっといって、1カッコ入っていって、で、まあ、リピートするんですけどね。まあ、リピートも落としたう人は、えっとですね、こんな感じでですね、カッコを大きくしてもいいです。 これは、あの、すごくね、有効です。あの、まあ、ドラムの人とかやと、もうこういうペンじゃなくて、 サインペン使うんですよね。めちゃくちゃ目立たせたりするんですよ。で、このリピートもね、落とすと、まあ、すごく何回も落としてイライラしてくると思うので、こういう風に目立たせるといいかなと思います。で、まあ、調合ね、ちょっと話取れましたよ。調合に戻ると、調合はその都度印をつけていくと。次、このダルセーニ乳からセーニ乳ね。ダルセーニ乳ね、ここついてますよね。でこれ丸して、セーニ乳マーク丸すると。で、次、まあ、あのダルセーニ乳からセーニ乳いったら、 次は、えー、トゥと、コーダーからコーダーで終わるというのが、まあ、定番の流れですけれども、えー、トゥ2コーダーはこれ三角してます。で、ここからコーダーにとくね。で、終わるって感じですね。だから、丸から丸に戻って三角か三角。それ以外にも、ちょっと印つけてますけど、ここですね。えー、リタルンドですね。だんだんゆっくりというところをこう線引いてますけど、まあ、こういうのも、あのー、落とす人は印つけたらいいと思います。で、まあ、注意点としては、書きすぎたら分からんくなってくるので、 ままあほほどほどに、えー、しとといいいいたらいいと思います、えー、何回か拭いても把握できるところは無理に目立たせなくていいですただ何回拭いてもまあそうですね僕の場合は3回拭いて落とすとこは印つけるようにしてます例えばこれの場合やったらちょっと音量記号は書いてないですねピアノとかフォルテとか、えー、そういうのをえー、っとですねまあ落としちゃうっていう人はそこもま,まあまあんかこう印丸でもつけといたら それでも全然ちゃいますし、クレシェンド、ディミネンドの場合も、こういう記号の場合であれば、そんなに目立たせなくていいんですけれども、この字で書いてある場合ですね、これクレシェンドのことなんですけどね、これは、あの、この松葉で、え大きくしていく範囲より、もっと広い範囲を、だん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 大きくするときに、この、これ使うんですけど、こういうのはちょっと目立たなかったりするしますから、これ字で出てきた場合は、 あのしつけた方ががいいいい場合が多いかなと思います他は標識、ね記,ね、記号が例えばこの場合はこれ4分の4拍子なんですけれどもこ,れこの曲自体が全部4分の4拍子なので、まあ、特につける必要はないんですけどこれが4分の4から4分の3に変わったり4分の5に変わったり 86, 86に変わったりとか。 まあそういう風に変わる場合はその都度そこもやっぱり目立たせた方がいいと思います。だから要するにこうつまずきそうなところにまあ線を引っ張っとくみたいな感じですね何て言うかなこうあるじゃないですか参考書でえとなんか覚えなあかんところに赤ペン引くとかねあのよく間違えるところにこうマーカーでねなんか蛍光マーカーで目立たせるとかああいう感じです。ああいう感じで ここにでですすね自分なりのメモを書いてい,けばいいいてけばあとは別にメモを取る方いるんですけどもまあそれでできるんうなったらいいんですけど僕はあの面倒くさがりなのでもうこの曲もらった譜面に全て書くようにしてます注意点を。じゃないとあのなんかこう別のとこ書いたそれどこ行ったか忘れちゃうんでこの譜面を見たら全ての情報が入ってるっていうふうにですねまああのするといいと思います。で まあこういったことは何が言いたいかというと人間っていうのはですねきれいきれいな楽譜で全部こう分かる数少ないんですねだからこういうペンをですね必ず用意してこういうふうにあの書いてですね、まあ、僕とかは僕なんかはおっちょこちょいやし早とちりもするのであのこういうの書いてないとまあ間違っちゃったりするからこういうの書くように気をつけてますで自分もそうやなと思う方は是非同じように書いてもらったら、えー、結構びっくりするぐらい 練習効率上が上りますから、試してみてみください。ということで今回は初めての曲を練習する時の仕込みという内容をお送りしましたこの動画が良いと思った方はグッドボタンと高評価の方よろしくお願いしますそれではまた会いましょう